自分らしく素敵な毎日を送るため、あなたの女子ライフをサポートします。今日の女子ワードはこちら、自分を守る正しい知識。今回も福田病院助産師伊藤鈴奈さんです。夏休みなどの長期休暇には性暴力の被害が増加すると聞きました。長期休暇でお友達と遊んだりとかですね、SNS ももちろん活用することが増えてくると思うので、そういったトラブルに巻き込まれてしまうという可能性はですね、高くなってくるかなというところはあります。性的同意については性的な接触だけではなくって、その体に触れたりとか手をつないだりとかですね、する時にも必ず相手と同意を取ってするっていうことが大切になってきますので、大切にしないと知らない間に相手を傷つけたりとか自分も傷つけたりしてしまうことがありますので、日本人の特性なのかもしれないけど、その場の雰囲気を大事にしたりとか、相手に嫌われたら嫌だなと思って言い出せなかったりすることがあるんですけれど、やっぱり自分の気持ちも相手の気持ちも思いやることが大切だから、知っておいてほしいなというところで。性被害に遭ってしまった場合どうすればいいですか？性被害だったり予期しない妊娠だったりっていうのは、身近な人にほど相談しづらいことが多かったりすると思うんですけれど、体の負担とか心の負担を考えると、できるだけ早いうちにですね、できれば身近な人に相談していただきたいし、それが難しければ病院でもですね、相談を受け付けているので、電話相談で24時間対応はしていまして、無料で診察や相談を受けることもできますので、ぜひまた時にはですね、活用していただけたらと思います。どうしても妊娠出産でのイベントになってくると、女性の負担っていうのは大きくなってしまうんですけれど、もちろん男性も一緒にですね、その女性がどんな風に変化していくのかっていうのを、健康のトラブルがあったりするっていうのを知っててもらって、実際身近なご家族の方やパートナーの方いらっしゃればですね、理解をしてサポートしていただけたらいいなというふうに思います。産婦人科は女性のかかりつけ医です。ぜひ、気軽にご相談をされてください。一人で悩んでいる人はいませんか？専門スタッフがあなたの悩みに答えます。自分の体を知って素敵な女子ライフを。